楽しく生きる高齢者こそジジイのコメント返しです。今日のコメント、昔は洋楽の邦題が溢れていましたねと、何の時の YouTube の、コメントがよく分かってないです。すいません。洋楽の邦題って、エアロスミスのトレインキャプトローリンが、ブギブギや高齢者とかですか。トイズインディアティックが闇夜のヘビーロックだっけな、確か。エアロスミスヘビーロックじゃないと思うんだけど、本題としてはですね、ところで、今は AI は最後ミキシングマスタリングはやってくれる時代ですが、あと5年もするとアーティストの CD を分析させればボーカルとかも好きなアーティストの声に変換してくれて自動作曲もしてくれる時代が来るでしょうかと。すでに日本のメーカーがあるアーティストの声に変換してカラオケができるような技術になっていました。ミキシングマスタリングを AI がやってくれるっていうのは、オゾンとのアイゾトープのオゾンとかですよね。それマスタリングですけども、僕の教え子の卒業生の VTuber のやつはなんかマスタリングじゃない、ミキシングもなんかAI のやつを使ってて、あれがないと私にはできませんとかつって、シンガーソングライターの VTuber なんで、あいつがその自分で曲作って歌って、でミキシングまでしてマスタリングまでして全部自分で作ってるっていうところに意味があるんだとかつって なんかそういう時代なんだとかってね、まあ当時は言ってましたけどね、2年ぐらい前だと、2、3年前だと思いますけど、僕もマスタリングはね、アイゾトープのオゾンを使ってます。アダプティブアタック、アダプティブアタックっていう、アタックを増すみたいな、アタックを付加するみたいな、なんかとりあえずインパクトが出るぞっていう、そういうのがいっぱいなんかプリセットがある中でいろいろバーってやって、一番上にあるんですけど A から始まるから、あ、だとか AD なんで、アルファベット順で一番上に出てくるんですけども、それが僕はなんとなく一番好きで、90年代の僕のサウンドのインパクトがある感じになるんですよね。で、自分がマスタリングするよりそっちの方がなんか全然良くて、自分でやるっていうか、まあだから、それまではプロトールズについてるコンプと EQ でやってたのかな。ミキシングの最終段でトータルコンプかけるときにマキシムを使ってたんですけども、一時はマキシムとオゾンとの二段掛けにしてたんですけども、もう最近はなんかオゾンだけの方がなんかいいなと思って、それだけにしてたりします。なんでマスタリングはもうすっかり僕は AI です。どうしてもなんか気に入らなければ、人間に頼んでも全然いいんですけどね。あと5年もするとアーティストの CD を解析させればボーカルとかも好きなアーティストの声に変換してくれてと。そうですね。それは、5年か10年以内にはできるでしょうね。きっとね、好きな声のアーティストに変換するっていうのはね、なんか、この後に書いてる日本のメーカーがあるアーティストの声に変換してカラオケができるような技術があるというのは僕も聞いたことがあって、なんかいろんな人のやつをやってるらしいんですけども、なんか美空ひばりさんのやつもあるらしくて、恐れ多くも。それはすごい評判が悪かったと。さすがにね、美空ひばりさんはね、だから声を真似したところでね、やっぱりなんかこうね、歌い回しとかのね、感じだったりするんでね。でもな、まあそういうのはね、できますからね。僕もモイゼズっていう、ステム、楽器ごとに全部こうバラバラにしてくれるやつとか、それはもう本当に重宝してて、もう2、3年前からサブスクで。お金払ってずっと使ってますけどもね、ボーカルを好きなアーティストの声に変換するっていうことはできるとは思います。ただだからそれが、だから変換するということは、結局はそれはあなたの声ではなくて、あなたの歌い回しのボカロになるっていうことなのかな。なんかちゃんとは調べたことないんだけども、歌い回しはあなたですけども声は本人ですみたいな、それね、著作権関係的にね、どうなるんだろうなって感じですけどね。それか本当にそれを解析して、周波数帯域とかをそういうふうに変えるのか、まあその辺のアルゴリズムはちょっとよくわかんないんですけども、そんな感じです。でね、自動作曲するのはね、できるとは思いますけども、5年ではちょっときついだろうなと思います。あ、まあでもね、自動編曲じゃないのか、作曲だからね、メロディー作るだけだからね、できるかもしれないね。なんかね、まあそれのなんか需要があれば、作るかなっていう感じでね、まあ、そもそもなんかその音楽の需要っていうのが大したことないんで 世の中全部の産業からすると。なんでなかなかね、AI が、全然僕からすると進歩が遅いなってすごく思ってるんですけどもね。はい、そんな感じなんで、まあそれこそ本当にだから、そうやって自動作曲とかをしてくれた時に、結局はだからその自分が好きな曲とかを作るというよりは、まあこんな感じの曲をやりたいなっていう、そういう、どういう曲を選ぶかっていう、そういうふうな自分がやりたいことに対してなんかいろいろ解析させる。僕はだからそれを AI に食べさせる、食わせるっていうんですけども、そういう AI 使いっていうのがこれからのメインの仕事になる
だろうなって思ってます。クソジジイの予言です。はい、そんな感じで AI の話は大好きです。はい、ありがとうございます。